着だ。何密着だ。ちょっと取りだめくらいいつか使える、はい、サッカー日本代表柿谷陽一郎、三代目 JSOUL ブラザーズ登坂広臣、テレビ番組をきっかけに親交を持った2人がワールドカップ開幕前に行ったスペシャル対談。男臭いなんかやめっちゃ犬をしましたけど言ってたやつめっちゃ刺したのに足湯さまってました。柿谷陽一郎オフィシャルウェブサイトで配信されて話題となった2人のトークを大好評につき今回番組としてオンエア。エピソード1はスペシャル対談を中心に、その他充実のラインナップでお届け。本当の柿谷陽一郎がここにいる。意外と、そうなんですね。じゃあ今日はよろしくお願いします。今日2人の対談という形でやっぱりまずどんなつながりがあったのかっていうところから。そうですね、最初もう完全な僕の片思いで始まりました、ね。はい、僕らの音楽っていう音楽番組がありました、はい。その番組でこう、まあ、会いたい人とこう対談するっていう番組なんですけど、はい、それでなんかこう会いたい人いますかっていうアンケートをみんないただいて、はい、で、いや会いたい人言っていいんだ、まあ、言ったもん勝ちだなと思って、はい、でもうまさに柿谷選手とか、ちょうどその僕らがそのアンケートを受けてる時とかは、はい、ちょうど日本代表に選出されてすごいもう、あ、はいはいはい、目まぐるしい活躍されてる頃だったので、はい、そのホットなタイミングでめっちゃ柿谷選手会いてと思って、はい、でこう番組側に言ったらこう OK してくださって、それで番組で対談するっていうのが実現しまして、はい、柿谷選手のことはいつぐらいからご存知だったんですか。いやでも僕サッカー、まあ、過去に自分でやってたってのもあって、はい、サッカー好きでずっともちろん存在はストレス大阪で活躍されてるっていう存在をずっとしてて、はい、すごいなんか、はい、ミーハー心満載で、はいはい、やべえ会えるぜみたいな。でも多分その初めてお会いした時に、はい、メンバー全員いたんで、はい、メンバー全員、ね、メンバー全員いる中に、はい、もうずっと顔つってましたね、はい、俺7人いたってことですね、はい、入ってきていただいたんで、男臭いなんかやと思ってめっちゃ絵にはしましたけどすごいやりづらい環境だったからっていうの今思うと申し訳ない感じなんですけど。トスカさん、サッカー経験されてたっていうことなんですけども、どのくらいやられてたんですか。始めたのが小学生とかで、はい、でもずっと、まあ、小中高やって、あ、もうサッカー世代ですね。僕のとこも J リーグ開幕世代っていうか、小学生ぐらいの時に J リーグが開幕したりしたので、はいはいはい、もうずっともうテレビ中継されてる時もずっと見たりとかしてましたし、そうですよね。なのでサッカーはずっと好きですね、変わらず。柿谷さんのがちょっと下、3個下ぐらい、4個下ぐらい、今年25の年です。だから世代、年学年でいうと3つ下、あ、今年28になった。 J リーグ始まった時何歳ぐらいでした。93年生、はい、93でしたっけ。はい、93年3歳、はい、90年生3歳、3歳、じゃあちょうどサッカーを始める直前ぐらいだったんですね。そうですね、覚えてます、その開幕のベルティとマリノスの、はい、そう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 、うん、もうテレビの前でこうやって見てたのを覚えてますもん、はい、俺覚えてるんですよ。すごい記憶ですね、それね。俺なんかあれですよ、ベルディその当時大好きすぎて、はい、なんか小学生の時に漢字通りの宿題やったんですよ、はい、でそれ漢字通りの宿題をやりながら、なんか未だに覚えてますけど、あのラモスさんがループ決めて覚えてます。あれ決めて勝った瞬間に俺喜びすぎてわーとか言ってやったら、逃げてた鉛筆めっちゃ刺して俺芯触ってるんですよ。未だにこれが鉛筆の芯が、これ見ると未だにそのベルディと触れちゃうし、それぐらいのもうサッカー小僧だったんで。勝手にファンも隣にサッカー小僧で、はい、小僧っていうかもうサッカーしかしてこなかったですね。もう
サッカーさえできればっていう、うん、最初は違かったんですよ。でもあ、そうなんですか。最初は、はい、まあ、あんまりこう集団というか、はい、一応その習い事やから、うん、いろんな場所からその集まってサッカーをする、はい、っていうのが嫌やったんですよ。へえ。その地元の友達同士でサッカーをするんですけど、はい、それが嫌やったし、はい、クラブチームとか。そうです。そうですね。で、一人すごい上手い子がいたんですね。へえ。その子がおるからもう練習に行くのが嫌やったんですよマジっすか。超負けず嫌いなんだ。で、まあ運良くというか小学校で辞めたんですね、その子が。はい。あ、サッカー。サッカーをやあのチーム。はい。それでも一気に今何してんだろうその人。超悔しいでしょうね。クソみたいな。ヤキヤキ。それで運命が変わってしまう。確かにね。もしかしてその人がずっとね言ったらもう。いや、本当に嫌だってサッカー行かなくなったら、はい、だって日本いや、まあ、でもそんな感じでした。そうですよね、まあ、もう今日は行かへんとかすげえな。泣きながら行ったり。じゃあ今その人にも感謝するんじゃん。そうですね。続いてのトークテーマはサッカー経験者登坂さんから見たプレイヤー柿谷陽一郎。登坂さんから見て柿谷さんのプレーってどんなところが。いや俺もう大好物です俺フォワードやってたんで。はい、フォワードだったんですね。フォワードやってたんで、はい、もう大好きですね。ああいうなんかもうワンタッチでとか、ね、はい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 、トラップでとか、はい、もううわいや超気持ちいいんだろうみたいなあーもう超気持ちいいな。もうこれもう絶対想像してたなみたいな。そのこうしてこうでみたいな、はいどうみたいな。そういうの昔から好きで、 あれってもう自然とああいうプレースタイルじゃないですけど、ああいうのって身についちゃったものなんですか。それとも身につけようと思って身につけたものなんですか。なんかね、まあ去年から特にそう言われるようにはなったんですけど、うん、自分的にはあんま もちろん狙ってやってますけど、それが自分の一番こう止めやすいやり方やったりするんですね、うん、そっちの方が絶対難しいやろって言われたりするんですけど、うん、逆にそっちの方がこう体が動いたりとか、その止めることに関して別にそこまで気は使ってなくて、止めた後にどんだけ早く動けるかっていうのが大事だと思うから、うん、そのためには普通に止めて走るっていうよりはなんかこうなんていうんですかね、その動きの一連の中で、そうはい、そうなんですよ。すっげえよ。一番もう究極を言うと、飛んできたボールをもう全力で走りながら、そうですよね。その行けたらいいんですけど、スピード落とさず。やっぱボールのあれもあるし、そのボールのタッチによってはもうほんまにちょっとずれたら全然違うとこ行くんで、うん、だから。究極言うとそうですけど、それに近いように自分 そのスピードと体勢を崩さへんようにいかにうまくトラップできるかっていうのは気をつけてやってるとかなと思いますね。いやもうやばいっすよね、うん、自分でやっててもやっぱそう、まあ、正直、まあ、止めて、はい、いろんなドリブルしてかわしていってシュートしたら何ていうんですか、まあ、それも一点やけど、うん、一番速い方法あるじゃないですか、うん、やっぱり来て止めてドリブルじゃなくて決め来て止めると抜くが一緒やったらとか、うん、あいろんなことを考えながらやってたら、うん、やっぱ楽しいし、うん、見てる人も魅力を感じてくれる時もあるので、うん、なんかあれかと思ってました。だからそのよくあるじゃないですか、そのフィジカル部分で相手に勝てないからそういうプレースタイルになっていく人がいるじゃないですか。なんかそのそういう感じなのかなっていうのもなんかこう見てて、だから相手にあんまり接触されないようにいくそのプレースタイルなのかなっていうのもすごく思ったりもしてて、うん、まあなでもそこまで自分が体はそのまあ細いっていうのは全然気にしてなくて、
その相手 の, そのぶつかるってくる力やったり、うん、タイミングやったりっていうのは予測できたら逆に使えるので、うんうん、だから、まあ、当たるふりしてヒュッて後ろに引いたらヒュッてどっか行ってくれたり、うんうん、やっぱいろんなほんまにまあやり方というか方法があるみたいな、うん、そういうのはやっぱその試合中練習でやってし練習でなんか、まあ、いろんな練習をして試合でやるっていうよりはもう練習も試合も自分にとってはもうそのサッカーをしてることには変わりないから、うん、試合中にいっぱい失敗して練習でめっちゃ成功する時もあるし、うん、試合も練習も同じような楽しさでやってるんですね、うん、一郎と登坂広臣のスペシャル対談。続いてのテーマは流行語にもなっている精霊所。練習場この前また行ったんですけど僕、はい、山口選手がまた話聞いた時平日の昼間からめっちゃ人がすごくて精霊所っすか。精霊所の方ももちろんいるし俺なんだっすかさっかり見たんだよ精霊所の人たちめっちゃすごいっすね。ほんまに試合をやるんじゃないかっていうぐらいいますよね。本当に本当にいいですよね。女の人がまたそうやってサッカーにこう魅力を持ってるっていうのはすごいいいですよね。なんかもっともっとこう もちろん今でも国民的スポーツだと思うんですけど、うん、なんかもっともっとこうサッカーを見る人たちが増えるっていう かそういうきっかけのなんか、うん、今そういうきっかけになるチームにもなってる気がするっていうか、傍から見ててセレッソとか、うん、そういういろいろ注目される部分があって、うん、そういうフォローの選手が入ったりとか、もちろんそういうセレッソに所属してる選手の皆さんをこう見たさに行く女性の方とか増えるじゃないですか、はい、それってすごいいいきっかけっていうか、うん、またそれでサッカーを好きになって見る人が増えてっていうきっかけすごいいいと思いますよね、サッカーファンとしては、うんうん、その注目されるっていうところで去年もそういう注目はされてたと思うんですけど今年になってよりっていうところがあると思うんですね、はい、うん、でそうやってすごく頑張ってください頑張ってくださいって人が増えるのはまあ嬉しい反面やっぱりプレッシャーもどんどん増してくるっていうことだと思うんですけれどもそういうふうにファンが増えることでどうプレッシャーってどういうなのかなって、まあ、でもほんまに増えれば増えるほど僕らは、うん、まあ、特に試合で、ね、1000人見に来てる試合とやっぱ1万人見に来てる試合やったらやっぱりそのスタジアムの雰囲気作りからやっぱり違うと思うし、うん、その、まあ、それが、満員になればなるほど声援の声が違ったりやっぱりそれが体を動かすこうパワーにもなったりするし後半のもう疲れてる時にとか負けてる時にやっぱりもう周りの声が聞こえへんぐらいの声援っていうのがやっぱり力になるし、うん、自分を奮い立たせてくれるから、うん、もう注目されることがなんかどうこうっていうよりは、うん、もうほんまに純粋にこの そのセレッソの試合、まあ、練習もそうですけどセレッソを好きになってくれてる人が増えてるっていうことに関してはもうただただ僕はやっぱり幼稚園の頃からセレッソにいるので、はい、もう嬉しい限りですよね、うん、ワールドカップやられてでその後にまたずっとサッカー人生続くと思うんですけどなんかその後に目標とかって考えられてます、まあ、今はあんまり考えられないかなと思うんですけどどうですかね。ワールドカップがどうこうっていうよりは、はい、もうほんまにカズさんみたいにずっとサッカーをやっていたいし、はい、やっぱりあれだけ長く現役を続けれるっていうのは、はい、まあ、うん、努力とかそういうものだけじゃ無理やと思うし、うん、もちろん技術とかそういう面もあると思いますけど、はい、何よりそのサッカーに対する思いが一番やと思うから、うん、サッカーが好きじゃないとやっぱあの年まで現役は絶対無理やと思うし、うん、もうほんまにちょっとでもやっぱりその気持ちっていうのがなくなったことがないからこそやと思うし、うん、まあ
ここまでやっぱり築き上げてきたものもあるやろし、うん、そのみんなに期待されてるじゃないですか、どこまでやるんやとか、うんうん、そういういろんなプレッシャーも僕らには考えられへんようなプレッシャーあると思いますけど、でもやっぱりそういうサッカー界のもう本当にキングじゃないですか、うんうん、やっぱ日本人のサッカー選手として目指すべき場所っていうのはやっぱそこなんじゃないかなって思って、うん、サッカーに対する好きでは柿谷選手負けてはないんじゃないですか、もうほんまに全然負けてないと思いますけど、はい、まあカズさんには正直あれだけそうさすごいですよね本当に、はい、だって俺それこそ J リーグさっきの話で J リーグ開幕とかずっと見てるじゃないですか、その時からもうスーパースターで、でそれがその方が未だに現役でいるってことは、下手したら俺がもしサッカー選手になったら一緒にやってた可能性もあるってことじゃないですか。いやすっげーっすよねそれ、すごいよ、うん、サッカー界っていうだけじゃなくてこう男としてなんかまた一本こう突き通してるっていうのは憧れるっていうか、理想の一つの理想像になってますよね。自身の目標を率直に語った柿谷選手、ワールドカップを経てこの夏新たな一歩を踏み出す決意を固めました。